ボーモンイコールルイコールロジェは、フランス、ノルマンディ地域圏、ウール圏のコミューン。リル川ボーモンイコールルイコールロジェは、リル川谷の中心にある、ペードゥス地方のコミューンである。ボーモンイコールルイコールロジェは、同盟の森の端に位置している。森は、面積が3600ヘクタールあって、4つのコミューンに、またがる。森は、ノルマンディ最大の私有森林である。 エブルからおよそ3 0トル離れている。コミューンは、ロジェド・ボーモンに敬意を表して名付けられている。彼は、ノルマンディー皇及び、イングランド王である、ウィリアム征服王の顧問で、11世紀に、町の最初の領主となった。ロジェは、イングランド貴族オリック博の直接の祖である。ボーモンイコールルイコールロジェは、領主ロジェド・ボーモンの名を冠す以前は、単に、 傍門という地名だった。その後、ビエイユ、ブールデシュの両地区からなる傍門ラビルを含んだ傍門の周囲で都市が成長していった。彼は、サントトリニテ修道院、サンニコラ教会、現在痕跡のない城の創建者だった。傍門はかつて、ノルマンディ以降の領地に含まれ、1008年にジュディット・ドブルターニュが、 ベルネーのノートルダム修道院にモンを寄進した際に、皇領から活上された。1310年まで、モンはフランス王領であったが、フランス王、フィリップ・タン・レイ王がモンを白尺領に格上げし、ロベール三世ダルトワにアパナージュとして授けた。1651年、コードはスラン皇陵と引き換えに V4 皇に与えられた。第二次世界大戦中、 ドイツ軍が建設した大規模な航空基地に近接していたため、ボーモンイコールルイコールロジェは数回の爆撃を受け、サンニコラ協会は大規模損壊し、大部分が再建された。市街の半分以上、約60%が破壊され、黒はドケール勲章が自治体に授けられた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。